皆さんこんにちは、えー。それでは所得税法のですね、ガイダンスを始めていきたいと思います、えー。今日はですね、今日のガイダンスのテーマは、合格発表を踏まえた今後の対応、あの対策ということで、 えーまあ、今2017年の12月、えー、合格発表がまあ終わったところでありますけれども、まあ、その合格発表を受けてですね、えーまあ、残念ながらあの合格できなかったという方について、えー、来年ですね来年こそは受かっていこうと、えー、それまでの過ごし方、えー、対策というところが、えー、ガイダンスの内容になっています。はい えー、ではですね、まああのー、本試験振り返ってみ、えー、ると、まあ、本試験自体ちょっと前ですけれども <coughs> 本試験を、ね、ですね振り返ってみると、まああのー、惜しくも落ちた方あとはあのー、ちょっと全然準備が足りてなかったなという方、まあ、いろいろいらっしゃるかと思いますけれども、まああのー、次のですね2018年の試験で受かっていかなきゃいけないというところはあのー、同じですので。 えーまあ、それぞれ反省点はあるにしても、まあ、どのようにしたら2018年ですね試験に、えー、合格していけるかを考えていきたいと思いますが、えー、所得税法に関して言うとですね、えーまあ、近年非常にこう 内容とし例えー、優しいというかですすごく本試験だからといってこう応用的な論点ばかりが出るというよりはですね、まあ、ほとんどが基礎期でやる論点で、まあ、少しですねあの基礎期だけで100%こうあの本試験が構成されてるってわけではありませんがあの少し応用論点がちょこちょこと入ってきてるっていうぐらいでほとんどが基礎期の論点ですね。 えーまあ、それの割合が非常に多いので本当にあの基礎的な論点を聞いているなという印象のある本試験に、まあ、あの近年だとなっていますかこの事例だとですね。はいですので、えーまあ、試験受けてみて回答をですね見てみても。 全く歯が立たなかったというかあの問題が理解できなかったっていう方はなかなかいらっしゃらないかと思うんですね。基礎的な論点が中心でですのでじゃあなんでそれが、まあ、できるできないで分かれていくかっていうとやっぱりアウトプットの量だと思います。そのの理論ですごくのあの さあの,他の人と差が開くってことはあまりないのでやっぱり計算のところですよね。計算だと、まあ、外れるか外れないかであの0か100かになっちゃいますから。と、はい、いうところでそ,のそんなにすごく難しい論点ではないところでですね、えー、じゃあ合格不合格って差がついてくるっていうとやっぱりあの見てその回答を眺めてたら分かるっていう。 のとそれを1からですね解答用紙白紙のところに書いていけるかっていう違いそこのところの違いであの合比が分かかれてくるのかと思います、えー、でまあその練習としてはやっぱりアウトトプットですよねあのテキストだったり問題集だったり答連だったりを見てたらわかるっていうのと。 その自分で、えー、ゼロから書いていけるっていうのがですね非常に力の差としてはあ,のありますので、えー、こう自分でアウトプットできるっていうこと,ところがですねあの重視して復習などしていく必要があるのかなと思います。で、えー、じゃあアウトプットをしていくには当然時間が要ります必要になります。 ふんとあの自分分かってるなというだけとですねあとはあの机に向かって博士の,のところに計算過程を書く、えー、そしてそれを繰り返す問題書を解いて繰り返すっていう練習をするにはそこの部分がやっぱり時間かかりますし時間があればあるだけ繰り返し解いた方がいいのであの時間をやっぱりいかに取れるかどうかっていうところで差がついてくるのかなと思いますので、まあ、時間が取れるかどうかですよね。 でまああの税理士試験ですと働きながらとか何かしながら勉強されてる方が多いので、まあ、時間がないのも分かりますけれどもただまあとはいえその中でいかに時間を作れる人作れるかによってですね、まあ、合否が分かれてくると言っても過言ではないと思いますので、えーまあ、時間をよく作っていかなきゃいけないと。 ただ、まあ、時間を作るならなきゃいけないのはあの分かってるという人がほとんどなので、えーまあ、その中でよりそれを現実的にですね、こなしていけるようにするために、あの個人的にはですね、その計画を紙に書いて、えー、作っていくっていうのがあいつもあの話,、えー、話をしている内容です。 あの頭の中で時間がですねできたらやろうとかあの仕事の前後でですねやろうっていうふうに思っててもなかなかできないものですのでまず紙に書いてですねその,あのまあ1ヶ月単位ですかね あとはちょっと長い目線でその、まあ、今の時期で本試験までっていうと、まあ、あと半年ちょっとしかありませんのでその、まあ、半年ちょっとの大体のスケジュール感とあと細かいものを午後から1ヶ月ぐらい今から1ヶ月ぐらいで作ると。であのやらなければならないことってあ,のあると思うんですね。その講義を聞くとか。 問題集をその復習の時間に解くとか、当連を解くとか、しかもそれを繰り返し解くっていうと、その解く時間が必要なので、やらなければいけないことがあ,のありますと。で、それを何回解きますっていうのが出てきますよね。で、それをこう自分が立てた計画に置いていくとですね、意外と、ああ、もう8月まで時間がないなっていうのが実感できると思うので、そうするといかに 毎日毎日どれだけ時間を使っていかなきゃ作っていかなきゃいけないのかあの合格発表で駄目だったからといってのんびりしてる時間がないなとかそういったところが実感できると思うのでその当連の解く回数とか当連の番号とかですね問題集の番号とかテキストの復習のページ数とかそういうところまで落とし込んでいって 細かいい計画を立てていくまず1ヶ月で,、えー、で1ヶ月経っててみてこのペースでいくと半年後は全然終わんないとかですね、えー、もうちょっとできるなとかそういうのが分かってくると思いますので、まあ、そういったちょっと細かい計画を立ててですね、あのー、時間の使い方そして作り方、えー、ここで時間を作らないと物理的に終わらないとか。 言ってるとちょっと今忙しいとかあってもですねもう時間作らないと後ももうないと、まあ、今冬で試験夏ですからなんとなくちょっとまだ時間がある感じがしますけど、えー、計画立ててみると時間がないってことがほとんどですので、まあ、それをちょっと今のうちから実感してですね、あのー、時間大切に使って復習をあの効率的にですねやっていくのがあの必要かなと思います。 ではそれがアウトプットの量につながって、でアウトプットが、えー、こうできてくるとですね、基礎的な問題であればあの解けないってことはないと思いますので。 で、まあ、本試験基礎的な内容とはいえですね、ちょこちょこと応用論点が入ってますけれども、ちょっと難しい論点入ってますけれども、まあ、そこですごく人、他の人と差がつくっていうよりは、やっぱり合否分かれてくるのは基礎的なところがいかにできてないかっていうところだと思いますので、えー、ちょっとですね、計画立てて、えー、今年はやり方変えて頑張ってみてください。はい。で、えー、来年こそはですね、受かれるように、えー、頑張っていきましょう。 はい、では、えー、ガイダンスこれで終わりになります。皆さんお疲れ様でした。